ここでもね、上昇の車でして、これはマサラティのクワトロコンテですね。1963年デビュー以来、モデルチェンジに挑みその美しいプロポーションと圧倒的なパフォーマンスで先々賞を巻き起こしてきたマサラティクワトロコルト、メッキ名称ピオンフィナーで大を実現した5台メダルのこのメダルはラインやテキーノとイタリア時代の完璧までこだわりを卓球したスタンディングに乗って最高速度276キロ前後重量配分で理想を上にするためトランスミッションは利悪が苦しみ直前にマンとされハンドルの後ろにルパダブでシフトチェンジも可能な独特攻めオートマチック。インテリアはローズウッドマガモニー製ボールになったの3種類のウッドとハイクオリティでエレガントな、FRAU 車の、10種類のデザインから選ぶ。ハンドルは左右の選択から、まあ、選ぶことができるんですね。それが2004年に2代目が、出てた。クワトロプルテはちなみに2000年頃かな、初代が登場しましたが、これは2代目のクワトロプルテですね。まあ、クワトロプルテといえば、まあ、記憶に当たる方、親しい方もまだいらっしゃるかもしれませんが、今トミカプレミアムのレパードを出されております。トミカリビレットビンテージのレパード、銀のレパードを出されてますが、あれは、危ない刑事、危ない刑事というドラマがあって、アブデカですね。まあ、それの人気があって、それをミニカー化しないかって話があって、それで許可を取って作ったんだけども、まあ、あのアブデカシリーズの中に、実はクワトロポルテがマサラティを使ってるんですね。で、それがこのクワトロポルテの初代の、クワトロポルテを、映画に、タカとユージが乗り回してるというね、そういうタカとユージが乗って、クワトロポルテを刑事の覆面車両にしたったってなんでね、そんなのがありましたけど、すごいですね。昔はかつて映画会社っていうのは今じゃ考えられないんですけど、莫大なお金を使うことができたので、まあマサラティ買ってこいっつってマサラティ買ってきて、マサラティにクワトロポルテを映画の撮影のためだけに、まあ、見せてくれというかね、多分あれ借りてきたんじゃないかなと思うんだけど、借りてきたのかおそらく買ったのかね、まあ、わかんないんですが、まあ、撮影のためだけに、ああいう車を走らせるっていうのは、今じゃ考えられないですけどもね、そういうふうな、すごい豪華な時代がありましたね。で、それ以降、これ、マサラティ、クワトロポルテはまだ初代の方がまだそういうわけでかっこよかったんですが、2代目となると、ちょっと形が変になってきちゃったんだね。ちょっとこうブクッとこうちょっと膨れたような形になって、それがちょっとね、あれなん、ちょうどレパードもね、初代とか2代目のあたりは良かったんですけど、3代目ぐらいからこんな感じですよ。ブクッとこう膨れ出してきちゃって、で3代目のレパードは売れなかったんですね。あの車アメリカでは非常に人気があったらしい、アメリカでは良くて人気があったんだけど、日本ではああいう車はあんまり好まなかったんですね。でそれで、レパードはそのうちそこからレパードのイメージがガラッと悪くなっちゃったんで、まあ4代目が出た時に、まあ一見4代目が出た時にちょっとこう戻ったんだけど、まあそれはもうレパードというより近づいてローデルの、デザインをこう取り入れてるような感じだったなってしまったから、それで、まあ、かつてのお客さんを取り戻すことはできなかったんですね。でやっぱり車のデザインってやっぱりそういうところがやっぱり大事ですよね。一番その印象に残ってるデザインがあると、その次の2代目ができましたよってなると、その初代にあったデザインを超えていかなきゃいけないですから、で超えていってそれでいて全く形が違うってなると、それはまた受け入れられないことになるから、初代の面影を残しつつ新しいデザインを取り入れると、そういう風にしないとやっぱ物って売れないんだよね。だけどもあえてそれを全く新しいやり方でしていきましょうというのであれば、まあそれをまた新しく作って、どういう風なデザインにするかっていうのはまた試行錯誤してやっていかなきゃいけないんだけど、まあ最近ね、車があんまり売れなくなってきてるのはやっぱりそういうところだよね。やっぱりデザイン性なんかも昔から続いてる車なんかはあるけど、今の車と比べたら全然形が違うし、もう、なんていうの
ある意味もう、なんていうんだろうね、まあ、昔の例えばクラウンだったらカクカクしてるのがクラウンってイメージがあったんだけど、もうゼロクラが出て、まあ、私はあのゼロクラからは好きなんだけど、あのゼロクラも好きなんだけど、ああいうデザインに急に変わると、まあ、そこで賛否両論が起きるわけですよね。で、今のクラウンは完全にダメになっちゃいましたね。今のクラウンはなんでか変なグリルつけて変なデザインになっちゃいましたね。だからそういうところっていうのはなかなかね、まあ、開発する側としては難しいところもあるんですね。新車を出したいんだけど、でも今までのお客さんを継続していかなきゃいけない。それでいて新しいお客さんも獲得したい。そうなったら、まあ、そのデザインを取り入れつつ新しいデザインを取り入れる。じゃあそこをスパッと広めて新しいデザインに行くのかというと、まあ、それもそれでまた難しいんだよね。そうすると今までの車じゃねえ、この車種じゃねえって言われて、あの賛否両論怒られちゃうんですね。だから、まあ、なかなか難しいとこなんだけど、このクワトロプロテに関しても、まあ、将来に関しては良かったんだけども、2代目が出てからはちょっと変な形になって、こんな形になっちゃったんで、ミニと思うんだよね。で、実車としては私あんまり好きじゃないんだけど、このミニカーが出てたんで、まあ珍しいなと思ったんですよね。で、これ出すんなら初代出しとくれっていう意見はあったんですけども、まあ2代目が出てきて、で、こういうふうになっていましたね。なかなか当時の競争ってね、良かったですね。あの結構あのトミカのこう意識をして挑戦的な意識をしているところがあってね、あのこういうふうなトミカにはない車種というか、まあそういった車種にあの挑戦をして、こういう高級のスポーツカーとかっていうのをね、注目をして作っていたというところがなかなか素晴らしい試みだったんではないかなというふうに思いましたね。どうもありがとうございました。